東京新宿区高田馬場から全世界に発信する遅いインターネットラジオ。この番組ではリスナーの皆さんからのお便りを手がかりにタイムラインの署名を全く読まないお話をお届けしてまいります。そして、今週はこの方に来ていただいております。 NHK プロデューサーの鵜殿亮さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組って僕の結構いろんな仕事仲間とか関係者がなんかこう週替わりでやってくるっていうそういうシステムなんですけど、なんかこう僕と鵜殿さんとの関係について初回こうリスナーに説明する必要があると思うんですけど、はい、もう私は宇野さんには本当もう頭が上がらないというか、ちょっとやめてくださいよ。ちょっと照れるじゃないですか。NHK でフェイクバスターズという番組を担当しておりまして、そこにも宇野さんに今まで3回出ていただいて、そして今度8月10日に第4回目宇野さんに出ていただくことをお願いしておりまして、本当にいつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。ね、去年からちょくちょくなんか割と不定期に1シーズンに1回ぐらいのペースで放送しているフェイクバスターズっていうね、インターネット上の結構本当にデマとかフェイクニュースってものに対してどう対策していったらいいのかっていうことを結構マクロな視点からも話すし、なんか個人一人一人の心がけのレベルからも考えるっていうそういう番組なんですけどね、はい、普段はクローズアップ現代っていう NHK の番組あるんですけど、ああいった番組と担当したんですけども、役に立つ報道番組みたいなコンセプトの番組をちょっと目指してまして、で宇野さんはじめいろんな分野の専門家に、お越しいただいて、そういった情報の見分け方みたいなことを皆さんで具体的な対策をいつも議論してご提示いただいてるみたいな、そんな番組でございます。本当ね、僕もね今度で4回目になるんですけど、なんてこう良心的な番組なんだみたいな。ありがとうございます。それこそマスメディアの自己批判みたいなものにも結構容赦なく踏み込むじゃないですか。やっぱ地上波であそこまで踏み込んで僕勇気いることだなと毎回思ってますよね。ありがとうございます。皆さん割と自由に喋っていただいて、台本ももちろん用意はこちらで一応するんですけど、もう全くそれを全く意味のないぐらい、僕も含めてですけどね、もうみんな好き放題喋るじゃないですか。また好き放題喋りそうな人毎回集まってますからね。てか集めてるでしょう。だいたいこの間ね、収録宇野さんにスタジオ来ていただいて。3時間ぐらい、3時間半ぐらいですね、だって45分の番組を3時間半ぐらい撮ってるから3倍以上撮ってますよね。実に贅沢なことを毎回やらせていただいた感じで、いやでもねちょっとねヘビーでしたよ。この間の収録は今までの中で一番ヘビーでした。単純にねちょっとスペシャル版的な感じで尺が長いっていうのもあるんですけど、ヘビーでしたね。どの辺が一番？内容的なものちょこっと言っていいんですか？あ、もちろん。はい。だから一言で言うと今度の8月に放送になるフェイクバスターズは新型コロナワクチンに関してのデマやフェイクニュースっていうのをテーマにしてるんですよ。いわゆるワクチンデマをどう抗うかみたいな問題でも非常に重たかったです。皆さん議論でおっしゃってましたけど、やっぱりワクチンそのものへの不安みたいなのが。お持ちの中で一方的にこれをデマだって、もちろんデマの完全な情報もあるわけですけど、それをなんか頭から決めつけてっていうこともなかなかコミュニケーションとして皆さんに受け入れてもらえたかどうかっていうのも難しいところだったりしますね。僕もねほらそれこそ企画の時からご相談いただいたじゃないですか。やっぱ時からもうずっとこのことを考え続けていて、この夏って。どこにゴール持っていったらいいのかなってことをやっぱずっと悩んでたんですよ。宇野さんも悩んでたと思いますけどね。僕ら考えれば考えるほどやはり一人でも多くの人にきちんと判断するためのなんか道具、武器を共有してもらいたいというところがやっぱ一つのゴールなのかなってことをね思って。ありがとうございました。で、やはりでもSNS とかね Facebook や Twitter 見てるとなんかちょっとマウンティング的にね、なんかワクチンデマに踊らされたやつらアホであると。こんなアホと思われなければおとなしくワクチン打てのような、北風と太陽で言ったら北風的なアプローチを取ってる人たちってすごく多いじゃないですか。あれはあれで一つの考え方だと思うし、ちょっとそういうなんか見えっぱりな人とかねにはやっぱ効果的なのかもしれないんですよね。ただなんかこのフェイクバスターズがね、今までずっとねいろんなご情報に例えばフェイクと選挙っていうねこれまたすごく重たいテーマでやっていたりとか。何かコロナウイルスが、流行をし始めた頃にもいろんなデマが流れてそこをどう検証していくのかみたいな話とかやってきた番組としてはね、なんかああいうやり方はやっぱりちょっと僕らの仕事ではないんじゃないかと思ったんですよね、でそれで情報が錯綜している中に何を武器に手がかりを得たらいいんだろうというふうに悩んでる人たちと、あるいはもう身近な人がやっぱり不確かな情報に踊らされてちょっと暴走気味になってるんだけど、どうブレーキかけたらいいのかと思ってれば、この2つの視聴者像というのを考えてどうメッセージを送るかということを僕なりに考えたんですよね。ありがとうございます。いや、なんかスタッフがやっぱりここ2ヶ月ぐらいずっと議論してたことと宇野さんがこう考えていただいたことが本当に一致した感じがあって、本当に良かったです、ね。なんか収録終えてこうお互いちょっと感想シェアしましょう。なんかあれなんか終わった時にもう10時半とかそれぐらいだったから、もう早々にみんな疲れ果てて引き上げたんですけど、どうでした？いや、なんか僕印象的だったのはちょっと合間のちょっとブレイクの時間とかに、今回お一人だけリモートでスタジオには宇野さん含めて4人いただいていたんですけど、そうなんですよ。慶友さんが関西でね、切ったり貼ったりをしなきゃいけないので外科医業務が忙しくてリモート出演だったんですよね。なんかその4人皆さんすごいこう仲がいい感じが、雰囲気がいい感じがあって、なんか普通にこうナチュラルに合間の雑談とかもされていて、なんか多分世代的にも割と近しいし、なんかね、バスターズ感がありましたよね。そうなんですよ、今まで以上にこうチーム感、ファミリー感って言ったらちょっとあれかもしれないですけども、なんかみんなで作り上げてる感がすごく。そうなんですよ。僕ね、古田さんはこのフェイクバスターズの前から僕は仕事何度もしてたし、関谷さんこの番組きっかけ知り合ったんですけど、それをきっかけに結構うちの媒体にも出てもらって、それで結構仲良くなってたんですよね。なんかそれが今までとちょっと違う感じが。関谷さんのだって娘さんの成長とか俺フェイスブックで超見守って。あ、そうなんですか。めっちゃいいねとか押してる。なんかちょっとでかくなってきたなとか、さすがにまだ言葉喋んないけど、なんかもう本当なんか人間の輪郭になってきたなとか、そういうのすごいチェックしてますからね。だから関谷ジュニアを番組を作っている中で。NHK のスタッフさんがいろんなところに取材に行ったじゃないですか。そのうちの一つにご夫婦で意見が分かれて、ちょっとなんか家庭が崩壊寸前まで一時期って今ちょっと持ち直してるぐらいのところに結構取材に行ってるケースがあったじゃないですか。であれ、奥さんの方がもう新型コロナウイルスのワクチンは本当に危険なもので、あんなものを打つなんてもう信じられないと、あんなものを打つんだったらもうなんか縁を切りますぐらいのね感じでこうなっていて、で旦那さんの方は、いや少なくとも信頼できる情報筋からそんなワクチンが危険だというデータ上がってないからちょっとあんま不確かな情報にお前踊らされてるんじゃないのという立場で、もう本当崩壊寸前まで行ったんだけど、もう必死にお互いちょっと歩み寄りたいという気持ちがあって、今はちょっと2人でねちょっと落としどころというか、なんかいい形での決着をつけようっていう気持ちが芽生えているところに NHK さん話持ってって、やっぱ自分たちも勉強したいからということで取材に応じてくれたというご夫婦がいたんですよね。で僕ね、ディレクターの人にご夫婦紹介してもらったんですよね。宇野さんもね結構気回してくれて、で本当短い時間だけど5分ぐらい話したんですけど、なんかねもうねめっちゃいい人たちなんですよ。でもすっごい5分か10分しか話してないんだけれど、この番組を通じて自分たちが解消したい疑問とか、こういった疑問に指揮者の皆さんがどう思ってるか知りたいんだってことも丁寧に結構まとめていて、A423 枚の紙にねそういうのを結構ちゃんと渡してくれるんですよ。だからものすごく紳士だし、もう全身からいい人オーラが溢れてるんですよ。もう絶対に段ボールに捨てられてる子猫とかを見過ごしておけない人たちなんですよね。野菜とか果物の無人販売所だったら絶対にその辺のピーコックとかよりも100円増しぐらいのお金入れちゃうようなタイプの人たちなんですよ。このねなんかね全身からいい人オーラが出てるような、ああいう真面目な人たちをなんか真面目であれがゆえにやっぱいろんな情報を貪欲に摂取して、やっぱ奥さんの方いろんなご情報をちょっと信じちゃったとか、僕からするとあったと思うんですよね。ああいうねなんか人の善良さとかね、なんか真面目さを食い物にしている怪しいね結構業者だったりとかアフィリエイト目的で結構戦場的なご情報を流している YouTube とかねブログの運営とか本当ね悪質だなと思って、実は僕ねそこに一番当てられたんですよね。なるほど。ああいう人たちの心の綺麗さというか善良さにつけ込むことによって、今の社会状況が生まれてるんだと思うと、今のこの社会的混乱が生まれてるんだと二重に腹が立つんですよね。だからその方もおっしゃってましたけど、やっぱり家族を守りたい、家族の健康を守るためにはどういう選択がいいのかっていうところが一番だっておっしゃってましたもんね。そういうことを一生懸命考えてる方々がたまたまそっちの方向のワクチンが危ないっていう情報にのめり込んでしまったっていう、だからおっしゃるようにすごく本当にいいいい方っていうか、うん、家族思いの方、いやあとねやはりこうなんか、まあ、僕らね結構メディアの人間はもっと攻めの姿勢が必要なんだなと思ったわけですよ、うん、つまり彼ら彼女らの家族の健康を守りたいとかね、ウイルスをめぐる、ね、社会的混乱によってものすごく不安になってるとかって、うん、それって本当魂の叫びでね、あれ絶対バカにしちゃいけないんだと思うんですよ、はい、で僕は心配だとか不安だとか恐ろしいとか、うん、そういった気持ちが何か、まあ、ある種のこう陰謀論のようなね、うん、結構分かりやすいストーリーに回収されてしまってることが問題なんだと思うんですよ、うん、だからものすごく複雑で混乱していて、うん、もうだからこそ本当に心の底から出てるような魂の叫びがものすごく単純な、うん、なんか140字プラスアルファぐらいのストーリーに押し込められちゃってるわけじゃないですか、はい、だからここが短絡されないように僕らが彼ら彼女らの苦しみに寄り添って不安に寄り添ってもっと多角的な情報だったりとか、うん、なんか信頼性の高いデータだったりとかを積極的に打って出るっていう、うん、今ね攻めの報道がねなんかやっぱ僕は足りなかったんじゃないかなと思いましたね。なるほど、うんうん、いやでもそれはねやっぱり表現の問題とかもそうでね、あの人たちの苦しみとか不安とかっていうのはなんかこう正しさとかね法律とかでやっぱり回収できないところがあるわけなんですよ。でそういうのは本来なんかこう文学とかね映像作品とかねあの詩とかねそういった表現がやっぱり回収していくべきであって、そういった何かこう目に見える世界を扱う報道の力もそうだし、目に見えない世界を扱う文化の力もそうだけど、うん、両方ともね今ねウイルスの流行とね、うん、そこに乗っかって小銭を稼ごうとする悪徳業者とかね、うん、自分のフォロワーを増やそうと思ってるうさんくさいインフルエンサーもどきみたいなやつらのねある種の背筋主義的なね、うん、アプローチに負けちゃってるんだと思ったんですよね。ご夫婦とね話して5分間ぐらいが僕はね決定的でしたね、今回の一連の取材と出演の中でね。確かにおっしゃるように、そのアメリカの、まあ、Q アノンとか、うん、その前の、 そのトランプ大統領が言ってた元大統領が言ってたようなそのフェイク的なことも含めて、それを傾倒した人たちもやっぱりものすごい善良なラストベルトの白人の人たちだっていうふうにね、うん言いますもんね。いやなんかねだからああいったねなんかこう実存からね結構にじみ出たようなね、うん、魂の叫びみたいなものをね安っぽい言論ポルノで解消させてしまうっていうビジネスモデルっていうものが完成されてしまってるんですよ、うん、あれと戦わなきゃいけないんだなと思いますね。あいつらなんてどうせバカなやつらだとか情弱なやつらだとか、うん、短慮なやつらだとかいうのってすごい簡単だと思うんですし、うんまあ、実際にそうやってね自分は賢いとアピールしてるような人っていっぱいいると思うんだけど、それはそれでやっぱり罠にはまってるんですよ。いやむしろやっぱ問題そこじゃないんですよね、うんうん、やっぱり彼らのやっぱ叫びってやっぱすごい真っ当なものなんですよ。でその真っ当さみたいなものがうさんくさいものに回収されていくってこっちの回路の方が問題であってね、その中彼らの結構真っ当な叫びっていうものをちゃんと真っ当なものに回収していく装置が必要なんですよね。深いですね。うん、そういうことを思いましたね。なんか、はいまあ、じゃあちょっと番組のねせっかくなんでこう宣伝的なところしましょうかね。せっかくねですね放送日なんかまあもしかしたらねすごいこう地球に隕石が落ちたりしたら当然変わってしまう。わけなんですけどね。いや収集します、ね。そう今のところ放送予定日8月10日です。8月10日の火曜日の夜10時から NHK 総合テレビにて新型コロナワクチンと誤情報というテーマでフェイクバスターズ、最新回が放送になる予定です。出演は先ほど言いましたけど古田大輔さんジャーナリストの、あと外科医の慶友さんこと山本武人さん、そして心理学者の、関谷由紀さん、そして歌手の人とようさん、そして僕が進行役でいて、この5人で、お届けしますので、皆さんこうぜひとも生で見てくれてもいいし録画して見てくれてもいいし、僕みたいにNHK オンデマンドで見ていただいても結構ですので、ぜひとも見てください。今 NHK プラスっていうサービスもありまして、なんかあれですか追いかけ再生NHK プラスっていうのはまあ、スマホかタブレットで、うん、放送と同時に見れて、かつ放送後1週間までは全番組が見逃して、なるほど放送と通信の融合のなんか宣伝つける的なあれで始まったやつですね。なので、はい、無限のたくさん見れる回路はあるんで見逃しても大丈夫ですので、ぜひとも見てください、はいまあ、ということでね、いきなり初回からちょっと重たい話になりましたけどね、ここから先ねなんかめっちゃ意識高い話僕ら今したと思うんですけど、ここからこう無限にしょうもない話が始まりますんで覚悟してお付き合いください、はい、ということで、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。身の回りで起きたことから人生相談まで幅広く募集します。お便りは概要欄にあるフォームから送ってください。そしてこの番組はスポンサーも募集してますので、概要欄にあるフォームから我こそはと思う大富豪の方とかはね、ぜひともお問い合わせお願いいたします。それではまた次回もよろしくお願いします。